新公平橋、公平橋です、公平橋です。桜の季節、車は入れません。ワクモクレ残ってますね。ソメイヨシノの花。よく咲いています。京橋川です。双葉山が見えます。新幹線、京橋川の河原、花見日和です。京橋川がゆったりと流れています。白島郵便局です。芝桜が咲いています。広島城に近づきました。鯉がいます。広島城の天守閣と堀、今日は入れるのかな。カモが泳いでいます。黒いカモです。ハトがいます。白爪草、庭園、大きな鯉。中の島は渡れません。三車返し、ピンク色です。五穀神社、今日は人が少ない感じです。アリーナの方、二の丸、天守閣が見えます。鯉の像、日本酒のソフトクリーム。天守閣に行ってみます。綺麗に咲いた桜。現在臨時休館。天守閣そばの桜、爽やかな風です。緑色の苔、またカモがいました。
広島城から出ます。もうすぐ神谷町交差点、県庁そばの公園、京橋川、土手の桜、美味しそうな香りがします。稲荷大橋の方です。東広島橋の近くです。肘山に上がってみます。お店がなくなりましたね。肘山にいます。陸軍墓地の前、陸軍墓地からの展望場、海が見えています。正面に二の島、桜の魅力に宮島です。京小屋さんです。王の権現山、二の島、秋子富士、宇品島、江田島、金輪島、被服師匠です。黄金山も桜が咲いています。桜綺麗です。肘山のタワーを眺めています。肘山から降ります。肘山橋、京橋川、鶴見公園のそばです。学校の桜、東千田町公園、完成したみたいですね。ミストが出ています。桃の花、スズメ、